モデルの時は本当に時間がなかったので、やりたいこともできない、行きたい場所にも行けないということがほとんどだったんですけど、大変かなと思います。上野由香です。出身は東京都です。お仕事はアムエビジネスオーナー ABO と、あとはエステサロンを2店舗経営してます。モデルを辞めて思ってた時にちょうどアムエが伝わってきて、朝起きたらまずやることがプロテインを必ず毎朝飲んでます。で、だいたいお昼頃にその出かけるんですけど、その出かける前に時間があれば外でウォーキングしたり、あとは、サロンの方もそうなんですけど、サロン内でももちろんアムウェイの製品を使いますし、なおかつそのスケジュールというのもそのお客様に合わせてのスケジュールなので、その空いた時間にね ABO の活動というのも全然無理なくできることだと思います。事務所といってもその仕事という感じではなくて、やっぱり楽しいところに人って集まるかなと思っていて、夜の、私やっぱり料理が好きなので、なんでかっていうと、そのやっぱりシェアできる、その料理もそうなんですけど、一緒かつその仲間たちとコミュニケーションが取れるので、そうですね、家族以上の絆というのかな、やっぱり人とつながれるツールかなと思っていて、いろんなコンテンツをアップしてるんですけど、基本的にはまず一つはビューティーということでアーティストリーを発信すること、あとはキャンプに行った時なんかはエナジードリンクを持っていたりで、その時見ていただいている方がその製品ってどこで売ってるのという質問をいただいたり、そういったことでその売り上げを上げています。やっぱり女性は女性で、経済的な自立、精神的な自立っていうこの2つがすごく重要な時代になってきているんじゃないかなと思います。